ますね。やっぱり普段スピン系定食を打ってるとちょっとボールがまっすぐ行くというか、もうちょっと沈んでほしいかなって気もするんですけど、上回転のラリーはすごいやりやすくて、高い打点から相手のコートに弧線を打ち込んでいくっていう感じで打つと非常に気持ちのいいボールが出ます。今回は、昨年の12月に発売になったパタフライの、新作のテンション系裏ソフトブライスハイスピードを試してみました。まあ、前作のブライススピードが発売されたのが2007年なので、それからおよそ8年ぐらい経ってるわけですけれども、パタフライさんにの担当の方に聞いたところによると、その間もマテナジーという、看板ラバーありましたけれど、スピード系をよりスピードをアップする、最速を目指すという開発は続いていたと。でその結果として、よりブラッシュアップしたラバーが出てきたということです。まあ、ラバーの名前としては全く新しいのをつけようかというあの議論もあったそうなんですけれども、まあ、やっぱりスピード系ラバー、バタフライのスピード系ラバーといえばブライスということで、ブライスハイスピードという名前でリリースした。まあ、実際に打った感じ、やっぱりこうテナジーとかスピン系テンションのボールに慣れているとちょっとこうボールが直線的すぎるというか、こう特に後ろから下がって打った時に思ったより沈んでくれなくて遠くに抜けちゃうような感じがあるんですけども、やっぱりその辺はまあ高い打球点からしっかり打っていければ、まあ、直線的なだけにより速くて前でカウンター打った時とかは一発で抜けるボールが打てる感じはします。受けた感じとしてはどうでしょう。受けた感じ受けた感じはまあ取りづらいですよね、他のに比べて。っていうかもう速いんですよ、ボールが。とにかく速いっていうのはなんか物理的に速い、物理的に速い、うん、なんか他のラバーに比べると速いんで圧倒的にこっちが遅れますよね。だから中陣で引き合いしてても遅れるぐらいですから。で普通台についてからスピン系ってこう高くなるからちょっとホップしてくるから間に合うんですよ、うん、同じスピードで。それはちょっとグッ低いから、うん、なんか取りづらいっていうのもありますよね。でたまにすごい上にグッて上がってきたり、なんか弾道が他のテナジーとかは結構弾道が一定なんですけど、うん、弾道がねバラバラで非常に取りづらい非常に取りづらいです。でかかるはかかるんで、まあ、かけた時にはホップするし、うんうん、なかなか相手にするのは嫌だなと思います、ね。うん、まあ、確かにスリップするとかそういう感じは全然なくて、こう下回転のボールをクッと打った時は引っかかるんで、そこのこう打法の使い分けがしっかりできてればそこから上から上からいけるっていうのはあるんですけど、うん、台上どうなんですか、ツッツキとか。台上がやっぱ若干こう難しい。ここまあ今のラバーに慣れすぎてるっていうのは、そうシートでグリップしてくれる感じじゃないので、ちょっとこう自分からクッっとこう回転をかけていかないといけないので、そこを怠るとポカーンっていう、ポワーンってボールになっちゃうので、そこは少しこうテクニックがいるかもしれないですけど、まあある意味自分でコントロールちゃんとする感じですかね、うんうん。まあ、ただこれを
まあ、スピン系に慣れてる人が急にこれ使って、ね、明らかにその弾道の違いとか回転量が違うわけじゃないですか。まあ慣れきってる人がこれに急に行って今すぐ使えるかっていうとなかなか難しいかなと思うんですが、そう、まあ、ただテナジーの脱臼感がやっぱ苦手って人もまあいますよ。バタフライさんの方にもやっぱそういう声もあったらしくて、そういう人にとっては、うん、でまたやっぱちょっと飛びすぎるんですけど、今回あの前貼った時はバックにテナジー貼ってとこう比較したんですけど、今回ちょっと柔らかめのスピン系テンション貼った時は結構扱いやすいというか、下がってもまああんまり直線的に行き過ぎなかったので、その辺も大事かなって組み合わせ、まあユーザーの人としてはどうしてもこうテナジーのバタフライが出してきたっていうので期待もありつつ、まあその1台前のブライスっていう名前を冠してるってところで、まあ心中こう相反するとこもあると思うんですけど、まあ、あと初動は良かったっぽいんで、うんうん、リピーターがどれだけいるかですね、うん、なかなか難しい、リピーターがいてやっぱそこで口コミで広がっていくんで、うん、けど使いこなすとすごいいいラバーだと思うんですよね、うん、弾道使いこなせればそう、うん、早いんで、出ちゃうっていう人はもう厚さを落としてもいいかもしれない、うん、厚ぐらいで、今これ特厚貼っちゃってるんですごく弾んで、もう中高生がいきなり特厚貼るとちょっともうオーバーミスばっかりしちゃうかもしれないんで、圧でも十分弾むんで、圧で使ってミートしたりとか、あの弾道の違うボール出したりとか、そういった意味ではすごくいいかもしれません。まあそうね、やっぱりスピード感はすごいんで、まあ、これにこれ貼るんだったら、まあ、女子がバックに貼ってこう弾き打つっていうのもあのおすすめらしいんですけど、やっぱりフォアに貼ってもう前でちょっと横入れたりしてこうカーンとカウンターで打っていく、もう自分のプレースタイルはこうだって決めて打っていくっていう速攻型の人におすすめですね。